どうもこんにちは、ひろです。今日のお菓子はプリンです。今回材料はシンプルに3つ、超簡単なプリンを作っていきます。プリンの点滴、表面の巣ができない作り方も詳しく説明していきます。今回はこの型、100均の型を使い作っていきます。では早速作っていきます。事前に型より一回り大きいサイズにアルミホイルを切っておきます。表面が覆えれば OK です。準備ができたらカラメルを作っていきます。グラニュー糖に水を入れ、全体に水を行き渡したら火にかけます。もう一方でカラメルの色止めに使う水を弱火でかけておきます。水が沸いたら火を止めておいてください。カラメルは砂糖を少しずつ入れ焦がしていく方法もありますが、今回は簡単なやり方で最初から全量の水を入れて煮詰めていく方法で作っていきます。カラメルは周りから色がついてきます。色がついてきたら鍋を傾けたり揺らしたりして全体の色を均一にします。ここで均一にしながら煮詰めないと一部分だけが焦げてしまい、えぐみの原因になってしまいます。プリンにはカラメルは濃いめがおすすめ。より味わい深く香ばしい風味になり、甘いプリンにカラメルの苦味がぴったりです。ですがあくまでここはお好みなので調節してみてくださいね。この辺りで色止めのお湯を入れます。火を止めたら一気に、やけどには十分気をつけてくださいね。色止めのお湯は熱々の熱湯を使ってください。温度が低いとカラメルが固まってしまいます。もし固まってしまったら弱火で溶かしてください。型に流して全体的にカラメルを広げます。一度冷蔵庫に入れておきましょう。湯煎のお湯の用意とオーブンを予熱しておきます。では次にプリンの生地を作っていきます。基本は混ぜるだけですが、より滑らかになるポイントと巣ができにくい作り方も解説していきますね。まずバニラのさやを裂いていきます。バニラがなければエッセンス、オイルなどのバニラの香料を入れても大丈夫です。もし入れる場合は生地の最後に入れてください。バニラは5分の1、4分の1ぐらいですかね、入れていきます。バニラの種は半分に切って包丁の背でこそいでください。そうすると綺麗に取れます。牛乳に種、さやごと入れておきます。火を弱火でつけておきます。まずグラニュー糖の一部を牛乳に入れます。砂糖が牛乳のタンパク質の凝固を抑え、温めた時に表面に膜をできづらくします。砂糖の量はだいたい4分の1ぐらいで大丈夫です。全卵をよく溶きます。プリンの生地を作るときは空気をあまり入れないことがポイントです。空気が入ると滑らかさが欠けてしまいます。しっかりとサラサラになるまで溶きましょう。よく溶けたら残りのグラニュー糖を入れます。空気が入らないようにここは軽く混ぜましょう。混ざったら OK。 続いて温めた牛乳を入れていきます。軽くふつふつするまで温めます。牛乳の状態に注目ですよ。よく見ててくださいね。ポコポコ、わかります？ポコ、これぐらいで大丈夫です。そのまま卵のボウルに混ぜながら入れていきます。
しっかりと温めた牛乳を入れることにより生地温が上がるので、オーブンに入れてから中心まで熱が行きやすく、火の通りが良くなり酢ができづらくなりますよ。混ぜたら最後にこしていきます。これでより滑らかなプリンに仕上がります。固まったカラメルに流していきます。流すときはバニラの種が沈んでいるので、よく混ぜてから流します。上火をカットするためにアルミをかぶせます。これをしないと表面に火が入りすぎてしまい、表面に酢が入ってしまいます。酢が入ってしまうと見た目の違いはもちろん、滑らかさも欠けてしまいます。火の通りを和らげるために布またはキッチンペーパーを敷きます。プリンに火を柔らかく入れるためです。湯煎焼きをしていきます。お湯の温度は60度ぐらいがベスト。